絶対ボスだよな。これが王のソウル的な感じのやつか。なんだこれ、どういうんだ。全員倒す系か。あー、これ無限に落ちてくるんだ。これ長物必須とかないよね。なんか探せ。多分違うぞ。なんか待って、分からん。光ってるやつ倒したら割れたように見えた。光ってるやつ、こいつか。あ、ほんと、なんか、あ、ほんとだ。これ絶対第2形態ある。こんな弱いはずがない。絶対あるぞこれ。あ、わかった。わかった。この金色のやつからなんか出てくるんだ。ほらな。絶対あるの、こんな弱いはずがないもん、ボスが。おー、激アツ演出だ。なるほど。オッケーオッケー。大体こんな感じだと思った。ちょっとこっち行ってみていい？リケーリエニーリエニー。最初のゴッドフレイが狭間を追放された時、彼はレナラ様を捨て黄金樹の王都に戻り、ジョー・マリカの王牌2番目の王となり。ああ、そういうことか。まあ、さっきのボスがまあ捨てられた感じよ。あの、俺がさっき第2形態あるボスが。夫のラダゴン様に捨てられた後、心をなくしてしまわれ、捨てられちまったんか。かわいそうにな。ってことは、この捨てた夫の方もあれだよ、その黄金樹の王都にいるってことよ。だから多分ね、これね、マジでストーリー長いと思う。え、だってさ、その黄金樹に行くまでに確か5つボス倒さなくちゃいけないんでしょ。で、1人倒して、で、今このおばさんが2人目でしょ。あと3人でしょ。マジ長いなこれ、ストーリー多分。ふざけんな、このボゲ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 。いやー、もう少しだな、もう少しだな。このスケルトンがマジでいいわ。スケさん、スケさん出てきなさい。あ、待って、スケさんいなくなった。スケさんがね、ダメだ、死んじゃった。いや、マジでえぐい。取り巻きが強い、召喚の。スケさんがね、リスグレされるとね、ダメなんだよ。詰むよ。スケさんはね、死んでる状態でダメージ食らうと、やばい。まずい。あー、もう何そのミリの腰。1ミリじゃんな。え、もうないじゃん。ないやん、もう。はい、神ゲーです。このババア。
このババア、そりゃ振られるわ。こんなゴリラ女だったらどんだけ体力あるね、お前。スケさん、力を合わせろ、俺たちで。いいぞ、スケさん。スケさん、よし、やれ、やっちまえ。あ、ねえ、それやばいって、それ。ああ、いや、で、やっぱ魔法って強えな、避けられない、あんまり。追尾すごい。おりゃおりゃって言ってた。スケさん敵打ってくれた。うわ、こいつ下打ちした。はい、許しません。スケさん下打ちは許しません。オーバーハン終わりや。あ、まあ、スケさん、まあ、そうそう、怒るなってしちゃうしね。あー、やっと来た。え、生きてるやん。え、おばちゃん。そりゃ、屈強やな。え、なに、これスキル？え、なに？あ、これスキルリセットできるんだ。まあ、これで5人中2人か。